川崎市アートセンター。川崎市アートセンターは、神奈川県川崎市麻生区に位置する川崎市立の芸術文化施設である。2007年10月31日開館。建設費は約10億円。指定管理者制度に基づき、川崎市文化財団グループが管理、運営を行っている。川崎市は、小田急小田原線新百合ヶ丘駅付近を新ゆり。 芸術の街と位置づけており、この施設は、これまで行ってきた芸術の街づくりを継承し、さらに発展されることを基本理念とし設置される。館内には、195席の劇場、アルテリオ小劇場と113席の映像ホール、アルテリオ映像館のほか、工房や映像編集室などを備える。アルテリオとは、イタリア語で芸術という意味のアルテとスペイン語で、 ユリという意味のリリオを合わせた造語である。エントランスには今村翔平氏がカンヌ国際映画祭で受賞した2つのパルムドールを常設展示している。川崎市アートセンター条例指定管理者制度導入済み施設一覧。ありがとうございます。